もっこりとは、日本語で、周囲よりも丸みを帯びて盛り上がっている様を表す、語である。男性の棚段階、女性の棚段階。思春期に、男性期の棚段階が愛から V に成長するに、つれて、もっこりになりやすくなり、勃起時にはさらにもっこりになる。さらに本来の意味と俗語を融合して、虚根のため、非勃起時であっても衣服が極度に膨らむ。 陰形の形が容易に判別できる状態にも用いる。勃起時に衣服が膨らむ現象を表す故障が存在する言語は日本語以外にも存在するとされるが、基本誰にでも明るいニュアンスで用いられるのはもっこりのみである。女性の地球、大陰心の膨らみを表現する際にも用いることもあり、本来の妖霊である。思春期には外陰部に脂肪がたまり、大陰心は大きく、 丸みを帯び始め、後に、地球、大陰心の皮下脂肪が多くなり、暴流し、そこに陰謀の発生が加わって、もっこりが生じやすくなる。陰形及び、男性の生態に関する知識が不足している、女性異性愛者にとっては、性的な興奮の対象であると同時に、知的好奇心の対象でもあり、男性俳優、アイドルや美形男性アスリートバレエダンサーの、 もっこりに興味を示すものも多く存在する。この傾向は、女性異性愛者のみならず、男性同性愛者にも見られる。さらに、用途としては、本来の意味で用いる場合でも、俗語の意味との錯覚を狙って、記事の見出しなどに用いられることがある。山和言葉の、森や、盛り上がると、同梱とされる。指揮者によると、もっこりは、生理現象であり、変態性欲を意味する用語とは、 区別されるとの見解がある。2019年現在、もっこりを標準文字商標として登録しているのは、宮城県と飯とロート製薬である。他に、商標名に、もっこりが含まれるものや証拠が、もっこりの文字商標は、もっこり。もっこりの里、木古里、マリもっこりゴルフ、もっこりラーメン、エビもっこり、もっこりデニムがある。糸島市に、居酒屋もっこりがある。 ロゴ商標には、もっこりきみ、岩手県甲椎茸もっこりくん、もっこりたまご、きみちゃんのもっこり、たまご、豚味噌もっこりラーメンなどがある。富士は、特産のニラに、インパクトのある名称をつけるため、初火時に土が盛り上がることから、もっこりニラと名付けたのがきっかけで、道の駅南方の通称が、もっこりの里となり、他にも、もっこり牛祭りなど、村おこしの一環として、 ブランド展開している。登録日は1995年1月以降10年ごとに更新されている。一方のロート製薬の製品には、もっこりの名称の商品は存在しない。また、もっこり。モド社が文字商標とロゴ商標を取得している。登録日は、それぞれ2009年7月と8月。もっこりあるいは、もっこりを登記している企業は、以下の通り。 もっこりたけのこ観光、編集東京都葛飾区にある貸切バス運送業者。正式名称はもっこりたけのこ観光株式会社。旅行業登録名はたけのこ観光社。2000年設立。たけのこを用いた会社名を考案した際にインパクトが足りないため、もっこりを付け足した。登記書に相談したところ、若い担当者からも両名だと太鼓判を押されたため。 会社名に決定した。マスコミにも賃名企業として、たびたび取り上げられる。皇居での叙勲授与式の送迎業務の際は、区内庁から翌日以降の業務を拒否された。幼稚園児の送迎も行っており、先生たちからは、もっこりさんと呼ばれている。水曜日がもっこりしているわけではない。この言葉をレギュラー出演していた女性アイドルグループ。 おにゃんこクラブのメンバーに言わせるのが番組後期の定番であった。この場合のもっこりは概念としての水曜日がもっこりしているわけではなく、曜日ごとに異なるスタッフで制作していたため、他の曜日との差別化を図り、水曜日の同番組を特に盛り上げようという意味合いがあったとされるが、実際には1981年のフジテレビ、改革スローガン、楽しくなければテレビじゃない。 以降のフジテレビスタッフの軽いノリで、俗語を若い女性に言わせて、男性たちが面白がるために企画されたものである。当時のテレビの生放送で、女子高生を中心とした女性アイドルグループが勃起を意味する俗語を発することは、衝撃的な表現方法であり、後年に番組を振り返る際にも取り上げられることが、多い。1980年代のフジテレビの深夜番組、 オールナイト富士で結成されたトンネルズの射程軍団の名称。リーダーはボッキー・ウシオだ詳細はトンネルズ射程軍団、モッコリーズ・ペニーズを参照1993年にフジテレビ、笑っていいとも。で、ローリー・テラニシ、タモリ、小福帝・鶴瓶により組まれた即席バンド。詳細は、笑っていいとも。レギュラー出演者一覧番組から誕生した。 ユニットを参照あかんこのマリモを擬人化したマスコットキャラクター。名前の通り、下腹部がもっこりしているのが特徴である。昭和時代の観光地によく見られた、卑猥な土産品の延長であり、2005年の発売時には販売拒否をされることも多かったが、安藤美希やアムロナミエラ、若い女性有名人が、てらいもなく愛用していることを公表して、以来、 全国区の知名度と人気を獲得した。詳細は、マリモッコリを参照。早見モコミチは、名前がモッコリを連想させるため、モッコリモコミチとあだ名されることがある。また、語呂の良さから、早見とは一切関係ない、使われ方が若者言葉として、テレビで紹介され、限定的に流行したこともある。俗語としての、モッコリが、共通語として普及する以前の、 元祖もっこりとして、うつい剣による全身タイツの特撮ヒーロー、スーパージャイアンツを挙げるものが多い。うついの極度のもっこりは、成人女性視聴者を増やしたとの説があり、長く語り継がれている。詳細は、スーパージャイアンツを参照俗語としてのもっこりが最初に使われた時期は不明だが、認知度を高めたのは1983年に、週刊少年ジャンプで、 連載が開始された、のりひろまさやの漫画、シェイプアップランとされる。のりひろは、2018年に、新作、もっこり、半米を発表した。シェイプアップランの成功により、少年誌でのもっこり表現の規制緩和状態となり、同じく少年ジャンプで1985年に、連載が開始された、シティハンターが続く。 連載当初は正統派ハードボイルド色が強く人気が低迷する同作品を担当していた編集者である堀江信彦が作風を読者に受ける明るいイメージにするための例として冗談で俗語のもっこりを用いることを提案したところ作者の北条司のインスピレーションに影響を与え主人公の裁判の股間が膨らんだ絵を作品に取り入れた回が発表された 二枚目キャラによる三枚目的な下ネタ表現は、日本の少年層の読者のみならず、海外の若年層からも、好意的に受け入れられて、作品の人気が急上昇したため、以後も多用されたことで、同作品並びに、主人公の代名詞ともなった。2018年3月発売の書籍、シティハンター・サイバピアには、サイバの全もっこりシーンが掲載された。同漫画並びに、 アニメ作品が海外で翻訳された際には、ニュアンスも含めて、適当な英単語や表現が存在しなかったため、日本語のまま、もっこりと表現された。このことが、もっこりの世界共通の明るいイメージにつながっていると、される、朝鮮語の単語に、ネックレスを意味する、もっこりがあり、発音は日本語のもっこりとほぼ同じである。翻訳によっては、もっこりと表記される。もは、首。 これは、かけるを意味する。これが、フジテレビ、トリビアの泉。素晴らしき無駄知識で取り上げられた際には、あの人からのトリビアとして、ユンソナから紹介がなされ、確認 VTR で、語学教師の女性に話を聞き、韓国内で箱の中に手を入れて何が入っているか、女性に当てさせるクイズ形式の検証が行われた。ありがとうございます。